はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画は久しぶりにリバーサイドさんに行こうと思っております。イエイ。リバーサイドさんといえばね、もうデカ盛り界では聖地のような、千葉ではねめっちゃくちゃ有名店なんですけど、こちらのリバーサイドさん、並盛りはね、まあ並盛りなんですよ。ただ中盛り大盛りってあるんだけど、これ量がやばくて、中盛りで基本的にはね3キロぐらいいくのよ。で大盛りになってくると4キロ超え、ものによってはね5キロ近くとか、もうねとんでもないようなデカ盛り店なんですけど、しかもでかいだけじゃなくて、リバーサイドさんのメニューは炭水化物と炭水化物を合わせたようなとんでもないねパワー系のメニューがたくさんあるお店でして、僕らね大食いの人間もかなりお世話になってるお店なんですが、僕の動画ではもう何年ぶりかわかんないぐらい久々なんですよ。なのでちょっとまだね何を食べるかメニューは決めきれてないんですが、そろそろねオープンの時間となりますので、早速お店の方に向かっていきまして、後ほどねリバーサイドさんで絶品の炭水化物のデカ盛り食べていこうと思います。もうお店の近くにいますんで早速向かっていきましょう。よいしょ。リバーサイドさんがあるね、ここら辺かなり自然が豊かでね、すごいよね。そんなこんなでお店見えてまいりました。いやもう並んでるじゃん。ということでお店をバックにねオープニング撮りたいんですけど、もうねオープン前なのに車いっぱいすぎまして、ちょっとねナンバーとか映っちゃうから、土手の方に向かってオープニング撮影しております。やばいよね。だって今9時半過ぎよ。先ほどねマスターも出てきていただいてちょっとねお話ししたんですけれども、相変わらずね元気そうでよかったです。大食いのね仲間内がちょっとドッキリで、僕が結婚するタイミングで結婚パーティーみたいなとかも開いてくれたりしたんですけれども、その時にもねマスターと奥さんがパーティー来てくださったりとか、本当に公私ともにねお世話になってる方ですので、楽しんでリバーサイドさんの料理食べていこうと思います。ということでね、ただいまもう店内の方に入っておりまして、注文は完了しております。本日ね注文させていただきましたのがデビちゃんスペシャルというナポリタンとピラフがね合わさった炭水化物のメニューなんですけど、もちろん大盛りで注文させていただきまして、付け合わせにねコーンスープも注文しております。店内に響き渡るマスターのこの鍋を振る音、これがね心地いいのよ。このね心地いい音色を聞きながら料理がね到着するのを待ちたいと思います。おわでかい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 。まさかこんなでかかったでしたっけ。いや、あの今日は5キロに調整したい。5キロ。ということでですね、ただいまメニューが到着いたしました。こちらがデビちゃんスペシャルの大盛りなんですけど、愛情盛りがすごいですね。まさか見たんですけどちょっと増えてることなんで、あったかいです。早速いただきます。ちょっとひとまずこれね、あのセットでサラダもありますんで、これもいただきましょう。いいよ。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。ちょっともうこれサラダ食べてる間に崩壊し始めてるんで、こっち食べていきましょうか。ちょっと喫茶店なんですすらせていただきますね。うん、あー懐かしい感じだ。危ない危ない。もうこんな感じで、もうケチャップがねたっぷり使われてる昔ながらのナポリタンですね。これ大盛りってこの大盛りの概念が覆るよね。うまっ。本当懐かしい。僕一応平成生まれではあるんで、あんまりねこのちっちゃい頃から喫茶店って行く機会はなかったんですけど、地元にねあったのよ。でたまにねうちの親父と行ったりしたんだけど、その頃の記憶がよみがえる、そんなナポリタンですね。減ってるか分からんね。
ここの方がいい、うん、すごいな、うまいけど減らないね。この辺りでね、付け合わせで注文させていただきました。コーンスープ、ちっちゃ。はい。もちろんね、普通のサイズなんですけど、ものすごく小さく感じる。いらっしゃいませ。あ、美味しい。うん。うん。じゃあそろそろね、見えてきたんで、これピラフいきましょうか。いいよ。よいしょ。ピラフがこんな感じでございますね。うまそう。あ、うまい。うん、あ、うまっ。ブラックペッパーはね、ピリッと効いたタイプで、本当にね、喫茶店らしいピラフって感じ。懐かしい。純粋なピラフの部分とナポリタンのケチャップがついてる部分、これまたねちょっと味わいが違くて、このね二層構造がね飽きこないんですよね。うん、やっぱ昔この大盛り2個食ったからな。ね、正直ね今はもう食えない、お腹的に。当時はすごかったよね。正直今だと炭水化物のみに5キロって聞いたらやっぱひよってるもん。当時は買ってきだったな、怖いもの知らずというか、いろんなものに飲んだけど今は無理ですわ。じゃあ、ただいまですね、ナポリタンの方を完食させていただきましたので、残りピラフですね。おーい。お名前は山田です。山田様。ありがとう。このデカ盛り店のお店なので、見てるよとか知ってるよとお声掛けくださる方がかなり多くて、頑張れ、ありがとうございます。いや、ね、撮影してても嬉しいですね。米の密度がすごいですね。ギュッギュッって。なぜそれを選んだ。やっぱりね、こういうナポリタンとかピラフっていうのは炒めてるから水分が飛んでて結構ね飲み込みにくくなってるんで、リバーサイドさんでデカ盛りをね挑みたいなって方は、ひとまずねミートソースとかカレーとか中華丼とか、こう飲み込みやすいものをねおすすめいたします。まあ全部美味しいからね。改めて考えると朝の10時から食う量ではないね。
お持ち帰りでいいですか？ダメ。ということで今ですね、持ち帰りのタッパーいただきましたんで、もうちょっと帰らせていただきたいと思います。いやこれすごい、でも結構食ったんですけど、結構のすごい、パンパン。夏祭りのチャーハンもこんな入ってないですよ。ちょっと今ね、パック2パックいただきまして詰めたんだけど、全然詰めきれません。残った部分はしっかりとね、試しちゃいましょう。ということで、ただいまね、こちらデビちゃんスペシャルのお皿完食させていただきました。まあ、完食ってもお持ち帰りなんだけどね。ごちそうさまでした。ということで、本日はですね、こちらのリバーサイドさんで大盛りお一品注文させていただいたんですけれども、愛情盛りすごかったね。びっくりした。久々にね、こんだけ炭水化物食べると満足感がすごいですわ。昔の動画で大盛りを2個食べてた自分が信じられません。まあ、皆さんもね、このリバーサイドさんでデカ盛りを食べる際にはめちゃくちゃでかいので、まあ、気をつけて注文していただいて、ただね、気をつけて注文しても今回みたいにね、ものすごくマサで出てくる場合がありますので、その際はね、お気をつけてください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、コメント、高評価、またサブチャンネルの方でも活動しておりますので、そちらを概要欄からチェックしてください。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあね。